おそらくあのフロアには彼女の部屋の並びにお仲間も部屋を取っていたのでしょう。仲間？荷物をまとめた彼女は部屋の鍵をわざと開けたままにして一旦隣の部屋に隠れ、我々全員が彼女の部屋に入った隙をついてその部屋を出て逃走した。なんだってそんな凝った真似を。一体何者だ。詳しくご説明願えますか、警部補殿。どうしたの。彼女は大学時代恋人でした。それだけです。どうしたの、どうしたの。京都の旧家で、どうしたの。有名な生化学の教授だとか、知ってることはそのくらいです。で、今はどこで何を。詳しいことは何しろ卒業前に別れて、さっき会ったのがそれ以来初めてでしたから。貴重な情報ありがとうございました。おい、フロントで裏取るぞ。はい。その様子では自宅や携帯